抜けきれない。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は何の日かわかるか。木曜日。そうだな。何日かと聞いているんだ。すいません。ああ、就活で教えるぞ。3月の14日です。そう、 3.14。 何の日だ。円周率。おお、まあ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 、勝つみたいなとこあるよ。ホワイトデー。その通りです。はい、まあまあまあ、一応僕もね、はい、紳士ですから。おお、ああ、なんか返さなきゃという一抹の思いがあるわけですよ、僕たちにも。ありがとうございます。ということで今回は勝負をしてもらいます。なんでなんでって、なんでって、一応 YouTube だからさ、うん、普通に渡してもおもろいかっていう話よ。それはみんなに喜んでもらった方が嬉しい。さようだろ。ということで僕との勝負に勝ったら、まあ、リターンがもらえますということで。はい、トライト。オッケー。いや、カモン。うつすで、うつすで。やだやだ。あれ、第三品のほら。第三品だってここでうつすで。いや、やばい。これだよ、NG だよ。というわけで、一本目の勝負はですね、はい、一文字歌唱でございます。は？一文字ずつ、うん、歌を歌うっていう。はい。いただきます、僕から。俺ら世代やったら分かる曲いこう。いきますよ。うん。は。または。な。わ。ち。ちか。はなま。わかる。はなま。え、そこ。そこ。持ってくんの。絶対わかんないじゃん。サビにしてる。ちょっといくで。絶対。絶対通ったことあるやつ。通ったことあるやつ、分かった。てれてれれれ、なにそれ。前奏前奏前奏入ってる。なに前奏が今前奏入ってるよ。てれてる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 。絶対分からん。いや、多分分かってる人は半分ぐらい分かってるよ。みんなそんな音楽できんの？あの、始まってます、始め、あの、楽器抜けてたわ、楽器抜けてた。楽器？ブエン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 。え、もう固定さんしか出てこなかった今。誰？知らん。え、なんで？ベビー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 ベイ。ごめん、ほんまに分かり合えへんみたい。ほんまに分かり合えへん。やばいね。でもじゃあ、リアリティあげるわ、ちょっと。ブエン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 。何それ。せめて感想を全部言い切りたい。わかった。ブメ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 ドゥルドゥドゥンドゥドゥドゥン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 ドゥレドゥルドゥレンドゥレンっていう音でセーラームーンしか違う。あの、ジャンル合ってきてる。ここまで来たら QI の人分かってたもん。分かった。お邪魔女だね。正解。ドッキリドッキリ、どんどん。そう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 。いや、うわ、だから結構再現度高かったやろ。ウィン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 みたいなやつ。いや、マジ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 。いや、ほんま流しとるか、ほんまに。聞いとけよ。ほら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 、ウワン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 って言ってるやん。ほら。次のゲームは同じ言葉使用禁止、ジャルジャルゲーム。イエーイでございます。インドネシア。そう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 。それの同じ言葉を使ったらダメバージョンでございます。じゃあ、ソ、シナ、タ、イコ、チ、ウンスコ、チン、アナゴ、チン、ダルケンショ、チン、チン電車、チンク、チンク、チン、Kまで入ってる。チンク。はい。何それ。いや、そういうのもあるよっていうこと。チンク。この女しぶとい。こう。チンコ。あ、チンコね。あ、うん、あー、オッケーオッケー。じゃあ次のゲームいきます。はい、花粉症体感しろ、花粉症ゲーム。はい、ということでこの企画はですね、はい、花粉症の気持ちの人を分かろうという。花粉
花粉症の気持ちの人、そう、花粉症に気持ちで負けちゃってる人の気持ちを味わおうっていう回でございます。はい、長さこんだけの小よりを作ってお互いの鼻に入れてくしゃみさせ合うっていうゲームでございます。はい、たまにはこういうゲームはしなあかんねん。わかる、 YouTuber でしょ、あなた。こんなこと言ってる YouTuber あんま見たことない。マジこんな感じじゃない YouTuber って。でもうこれでもう最後勝った方がもう勝ちということで、じゃあいきますよ。はい、位について、はい、よーい、ヘイチュン。あははは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 あでもちょっと俺の鼻水によってちょっとしなってなってきてる、しなってなってる。ちょっと辛そう貫かれた今ちょっとちょっとほんまでも出る参りました。やったいや、すっきりした。はい、ということでゆきりんさんにはですね、はい、ご褒美として、はい、僕からのプレゼントを、あげたいと思います。え、なんかでかくない？はい、え、でかっ。え、なにこれ、パソコン？そうです。はい、これくれんの？その中に入っております。中に入ってます。じゃあ、はい、ということでホワイトデーのお返しをね、はい、見てもらいたいと思います。はい、それではそのクリックしてください、そこのホワイトを。ホワイト、はい、じらしにじらされたバレンタインデー、期待はしてなかったけどなんやかんやもらえました。今日は僕らがお返しする日です。お父さん、お母さん、本当にありがとうございました。うん、はい、それでは聞いてください。失礼します。バイ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 、無限に続くよ。バイ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 、無理無理無理す、恋にされるとやだやだ拒否される、神経質だよ。バイバイ。あざます、あざす。しました。おー、ありがとうございます。楽しかった、ありがとう。意外とよくできてた。あ、よくできてた、ありがとうございます。